マジ台風でアパート崩れるかと思ったよ、オンボロで。見ろよあの子、超可愛い。スミちゃん今日恐ろしく可愛いな。人見知りってのも、旗から見りゃ清楚で奥ゆかしい美少女だし、絵本から抜け出た女の子とはこのことだぜ。服もバッチリ決まってるし、ラブリー系の服が多いけど色気がないわけでは決して。いかいかん、また俺は痛い気な少女に。じゃあ次行こっか。次は後ろからギュッとハグしよう。カメラ持ってね。ハグ俺キモてか、スミちゃんほとんど変わってねえな。顔ちっちゃえ。これがポテンシャルの差か。くそー、本当の彼女だって自慢して。ん、はあ、水原ぬいぐるみなんかもらっても嬉しくねえよな。マジ大学の必修にプレゼント術みたいなもん欲しいわ。あ、どうしたのスミちゃん、帽子。え、あ、俺にどうかな、似合う。そうやり。かっこいい。マジで。あ、500円だって買っちゃおうかな。承認欲求がやばい。わかる、わかるぞ。自分の中の乾ききった自尊心の器がスミちゃんという可愛い液体で満たされていくのがはっきり言える気持ちいい。それもどうしようもなく。マジ理性の壁が悲鳴上げてる。でも今なんて本当に本物の彼女みてえにちゃんと一歩一歩成長してんだな。